ファロス島の大東大の創造図アレクサンドリアは、カイロに次ぐエジプト第二の都市で、アレクサンドリア県の県庁所在地である。2010年の都市的地域の人口は429万人で、ある。世界的な企業や、組織の支部、支社が置かれ、現在は、北、アフリカ有数の大都市にまで成長。2019年に、アメリカのシンクタンクが発表した、 グローバル都市指標では第126位の世界都市と評価されている。近現代の世界ではアレクサンドリアといえば当地を指す場合が多い。マケドニア国王アレクサンドロス3世がその遠征業の途上でオリエントの各地に自らの名を冠して建設したギリシア風の都市の第1号であった。建設当時のギリシア語ではアレクサンドレア。現代の現地語である。 アラビア語においても、アレクサンドロスの街を意味する名で呼ばれており、文語のフスハーでは、アルイスカンダリーヤという、地中海の真珠とも呼ばれる港町アレクサンドリアでは、街中に英語の看板も多く、大きなサッカー場もある。歴史的経緯から、多くの文化的要素を合わせ持ち、独特かつ開放的で、コスモポリタン、そこは、かとなく、欧米的な雰囲気が漂う。 国際観光、商業都市である。国際機関も置かれ、世界保健機関の当地中海方面本部がある。エジプトのアレクサンドリアは、ギリシアのマケドニア王であったアレクサンドロス大王によって、紀元前332年に建設された。アレクサンドロスの死後は、その部下だったプトレマイオス一世がエジプトを支配し、古代エジプト最後の王朝であるプトレマイオス朝の、 首都として発展した。一時は人口100万人を超えたとも言われ、そのため世界の結び目と呼ばれた。古代のアレクサンドリアは世界の七不思議の一つに数えられる巨大なファロス島の大灯台や各地から詩人や学者たちが集まってきた学術研究所無声音、文学、歴史、地理学、数学、天文学、医学など世界中の あらゆる分野の書物を集め、70万冊の蔵書を誇りながらも、歴史の闇に突然と消えたアレクサンドリア図書館があり、ヘレニズム時代の商業と文化の中心地として栄えた。幾何学言論で知られる数学者のエウクレイデスや、地球の大きさを正確に測ったアレクサンドリア図書館長、エラトステネス、アルキメデス、ヘロン、クラウデオスプトレマイオスなどが活躍した。一世紀には、 世界最大のディアスポラを要し、哲学者フィロンらが活躍した。また、キリスト教の初期から重要な拠点となり、古代神学の中心地の一つともなった。ローマ・コンスタンティノポリス・アンティ・オキアイルサレムと共に、創始教座が置かれ、古代創始教座の一角を占めた。アレクサンドリア創始教長は、ギリシャ正教とコプト正教会のものが、現在も存続している。四世紀以降は、 アレクサンドリア学派と呼ばれる神学者たちが活躍した。641年には、アムルイブンアルイコールアースがアレクサンドリアを攻略し、イスラーム世界に組み込んだ。アラブ時代当初は、東ローマ帝国から切り離されたため、経済的に沈退したが、学芸の都として性格は残り続け、古代ギリシアローマ文明に、イスラーム文明がミックスしたアラビア科学洋蘭の地の一つとなった。 やがて、航海から回路を経て、アレクサンドリアにもたらされた、インドの香辛料を求めて、ベネツィアなど、イタリア半島の諸都市から商人が訪れるようになると、地中海交易の重要拠点として、再び経済的に繁栄した。16世紀に、ヨーロッパ諸国が、アフリカ周りのインド洋航路を開拓すると、イタリア諸都市と共に再び衰えを見せ始めるが、19世紀に、 ムハンマド・アリーの近代化改革の一環として、輸出商品として、ナイル・デルタで綿花が、大々的に栽培されるようになるとその、積み出し港となり、国際貿易都市としてサン三度繁栄を始める。現在では、エジプト・アラブ共和国の工業や、経済の中心地、そして、化学産業などが進出し、エジプト屈指の工業都市として、発展を続けている。エジプト北部、 ナイル川デルタの北西端に位置する。砂漠気候に属しているが、地中海の影響でカイロに比べて湿度が高い。夏は比較的過ごしやすいが、冬はエジプトの他の地域に比べて雨が多く降り、寒くなる。年間平均気温は20.4度、年間最高気温は24.9度、年間最低気温は15.8度。 年間降水量は195.9ミ、mm、リメートルで、ある。ミスル駅南西に40キロメートル離れた位置に、ボルクエルアラブ空港がある。エルヌーザ空港は2014年に閉鎖された。都市交通としては、地下鉄はなく、トラムとライトレールが徴用されている。カーイト・ベイオー・サイラス、アルテン宮殿・新ン・アレクサンドリア図書館エジプト第二の規模を誇るアレクサンドリア大学がある。 同大出身者には、ノーベル科学賞受賞者、アフマドズウイール、考古学者、ザヒハワス、ムスリム同胞団副団長、ハイラトシャーティルなどがいる。ありがとうございます。